しもし、藤本です。はい、あ、その件でしたら私はちょっとわからないので折り返しお電話いたします。はいはいはい、わかりました。はい、失礼します。いろいろあるよ、わかるって思い通りのストーリーとはいかないけれど、誰しも明日は来るって待ってくれない時は過ぎ去って、あなたに今見える未来から目そらさずに、意味のないことは何一つないって気がすんだ。思い切りやりぬいたら気持ち晴れ晴れ、振り返ればほら見えるだろう歩んだ道のり、暗い顔辛いかもしれないが触らおう、黙っても過ぎてく日々なら明後日明日今日意味がある、迷ってばっかり刻々とカレンダーの日付コツコツと、待ってくれるわけなんてないんだ、じゃあ今速攻で速攻と、意味がないとただ決めつけて扉閉めてるんだ、見えないよ聞こえないよ、進めるはずさ。